はい、こんにちは、僕です。新降臨伝法に続きをやっていきましょう。じゃあ新たにね、黄泉の国にやってきましたよ。背景が全然違う。胸骨妖怪は強いのかな。あれ魔法しか効かない系か。効きますね、術であれば。あ、待って、体力高えのかこいつら。転身していった方がいいんじゃないか、これもしかして。一旦大黒様を使うけど、冥府魔装派でいいかな。ちょっとあんまりね、通常攻撃が効かない敵が多いようであれば、ちょっと3人は転身しておこうか。設定で、北斗丸と頼朝も転身しておきましょうね。で、宝箱、雨のマカコ弓。なんだそれ。まあ、法輪だろうな。強いな。いや、武器も欲しいんだけど、防具はどちらかというと欲しいんだよな。ワイラっていう名前は聞いたことあるな。普通にダメージ通りますね。いや、強いな、妖怪が。これが頼朝の転身。ちょっと待って、この辺ね、ちょっと妖怪が強いぞ。妖怪が強い。神様神様、何それ。神様が現れた。倒してしまっていいのかな。あんまり強くはないか。いや、もう十分体力高いんだけどさ。2発で倒せるならいいか。けっけっけっけだって。神様、何の神様なんだろう。待って、痛いな。痛みがでかいんだけど。できればステータスをまた上げていきたいんだけどな。まあ、回復上もあるからさ。まあ、とりあえず先を進んでいけますか。正気の守りってなんだ。混乱を防ぐ系の守りかな。ああですね、混乱から完全に身を守る。いや、混乱は別にいいかな。麻痺と毒が守れればいい気がする。光明の靴。なんかいろいろ落ちてるな。これは法輪が装備できたりしないのか。法輪じゃないの。あ、アコヤ専用だな。めちゃくちゃ瞬発力が上がるんだけど。麒麟の靴をじゃあ誰か履ける?履けない。あ、北斗丸が履けるな。でも下がるんだよね、竜の靴の方が強くて。法輪が履ける、わらじがない。何、靴の、わらじのサイズの問題なのかな?駅機。なんか前に出てきた、なんだっけ、子供の赤ちゃんについていた鬼と同じ感じじゃないの、これは。なんかいますね。メズ、また新入りか。よし、通れ。待て、命の匂いがするぜ。貴様らまだ死んでいないな。いないな。生きている奴にここを通らせるわけにはいかねえ。メズが襲ってきた。メズキ。メズキですね。極卒。極卒。新しい、デザインの悪魔、妖怪が出てきましたね。まとめて片付けていけないかな。アシュランをとりあえず使ってみようか。まあ、両端には効くけど、まあ、とりあえず、両端倒しますか。なんだそれ。火ダメ、ダメージを受けるときの可愛らしいモーションなんだ。こいつなんか効かなかったな、今攻撃が。ああ、強いな、メズ。あ、待って。あ、普通の攻撃効かないんだ。ああ、どうしようかな。神竜。なんか単体の強力な魔法ないの?進行派はどう?ダメだな。全然効かないんだけど。転身攻撃でしかダメージ与えられないのかな?なんか最近特殊な、そういう、なんていうの、耐性の妖怪が多いですね。回復しないとな。アコヤよりも、日高かな。角が光った。あ、痛い。ほうほう、欲武将ですね。強いぞ。
まあ転身しているみんなはね、普通にダメージ与えられるんだけど、転身していない二人だよな。根拠してた方がいいかもしれない。痛すぎるんだけど。緑武将で回復して、なんかみんなあれだよね、クリティカル出してほしいな。あれかな、ステータスを上げていきますか。称号力でとりあえず北斗丸を上げますか。全体化してほしいんだけどな。 OKOK、 それぐらいならいいや。で、核起連部、核起連部入れていった方がいいでしょ。クリティカルをね、出してほしいんだけど、まず当ててほしいよな。うん、あ、出ましたね、クリティカル。あ、いいね。え、でもなんかクリティカル、なんかあんまりダメージ増えてる気がしないんだけど。そんなもんか。うん、ちょっとね、二人でしっかりサポートしていきますね。あ、間違えちゃった。アコヤか。アコヤ殴ってしまった。強い。あ、日高がすげえ強いんだけど。あ、何このダメージ。え、クリティカル出た方が弱いの何なんですかね。どういうこと？クリティカル出ない方が強いってあるの？とりあえずこれで3人ね、ステータス底上げできましたんで。何かできることある？友人、愛人とかいろいろ試してみますか。あ、効くじゃないですか。風神雷神が999だ。いいね。いや、しぶといぞ、こいつ。なかなか倒せないんだけど。あ、終わった。強っ。なんて、地獄。違う、黄泉の国。強いんだけど、妖怪が。ええね、人間に負けるとは、ええね。じゃあ、ここを通してもらうよ。この先何があるの？そうはさせねえ。皆の者出会え。あ、いっぱい来た。あ、極卒か。ね、こいつらは、どうだろう、風神雷神聞くかな。あ、聞きますね。あ、ちょっと待って。あー、転身状態なんだよな。それであれば、術2発では片付けられるんだけど、失敗したな。転身解くのに一旦かかるから、それなら殴った方がいいよね。うん、すげえ、普通にダメージ取るもん。まあ、それぐらいか。まあいいだろう。OK、OK。極卒。極卒の群れをやっつけた。ちゃんとね、え、待って、え、待って。何これ、3回戦うってこと？まあいいか。よし、これで2戦目。あと1回ある。どんだけ来んだよ。オッケー。これで3戦目も片付きましたね。結構ステータスも上がったんじゃないんですか。このままじゃキリがないや。早く行こう。いや、この先に何があるんですかね。え、しまった。結局ダメなんだ。あ、いや、結局向こう行けるんだ。その先に何があるのか。捕まってしまいましたが。捕まるんですね。いてて、ひどい目にあったな。まったくじゃ。ところでここはどこかいの。牢屋みたい。私たち捕まっちゃったんだ。おまけに身ぐるみ剥がれちまったようだぜ。持ち物がすべてなくなってやがる。ち、何か手を考えなければな。何か手を考えなければ。ああ、装備も何もなくなってしまったんですね。何もない。何一つ残ってない。お金だけ残してくれてる。え、なんだ。北斗丸。北斗丸。誰だ。北斗丸。私の声が聞こえますか。北斗丸を呼んでるみたい。頭に直接。北斗丸、私が今から牢屋の鍵を開けます。そこから早く逃げてちょうだい。誰の声？え、逃げられるの？なんで？何？またあの音だ。あなたたちの持ち物は下の部屋に隠してあります。でも、からくり扉には気をつけて、あの扉を開けるには仕掛けてあるからくりを解かなければなりません。なんだって？気をつけて。私はあなたたちを見守っています。あなたは誰なんですか？
気をつけて、気をつけて。あ、待って、待ってください。消えた。美しい声じゃったの、誰なんじゃろうか。北斗丸を知っているみたいだったな。うん、どうしてだろう。なんだかとても懐かしいような。まあ、とりあえず地下に、敵出てくんの戦える？ちょっと待って。武器ない。殴る。殴るよな。殴るしかねえよな。神おろしか。スサノオとか、使える効くかな。ああ、よかった。通りますね。神おろしで戦っていかなきゃいけない。いや、でも、魔力なくなったらやばいんだけど。どこな？地下に、なんかいろいろ出てくんな。まだ日高とホーリーも何もできないな。左の三人でうまく神おろしを使って、やり過ごしていくしかないですね。なんなの？お金ももらえないし、ステータスも上がらないんだけど。戦う必要ないのかな？もしかして。煙玉たくさん買っとけばよかったかな。ステータス上がる？ステータス上がらないんだけど、なんで？ちょっと待って、このね、旅行列山はね、魔力の消耗が激しいから、砲塔撃雷にしようかな。砲塔撃雷は効くかな。うん、こっちでいいな。十分ですね。ほら、お金も何ももらえないんだ。で、下に続く階段見つけましたね。ん？これで？ん？開いたのか。いや、そこが開かないんだけど。あ、開いた開いた。これでいいのか。これ鍵閉まってて開かないですね。からくり扉っていうのは、あ、なんだあれ。なんだあれ。なんか見覚えがあるぞ、あの形。いや、これどこが開いてるんだ。真ん中の扉が開かないとダメなんじゃないかな。こいつらに砲塔撃雷は効くのか。うん、効きますね。とりあえず、スサノオじゃないや。竹三日槌で倒せるな。出てきすぎなんだよな。こいつら倒すメリットってないのかな？か今のところ一度もね、お金も落とさなければ、ステータスも上がらないんですよね。いや、上がった。戦う意味はあるのか、一応。そんなに敵が強くないから、格が上がらないってこと？早く持ち物を取り戻そうよ。わかってるけどさ、あれ開いてないよ。あ、そこか。ここを開けなきゃいけないんじゃない？なるほど。ちょっと待って。敵が隠したの、あ、ないのか。ないのか。隠れ身の使えないんだ。あ、ここが開いたのね。なるほどね。んで、ここを開けて、その左上に行くんじゃない？ですね。うわ、回りくどいな。ちょっと待って。新しいの出てきたんだけど、これ何？ちなみに。ワニュード。効くかな？砲塔撃雷で片付けられればいいんだけど。あ、効かない。マジか。そしたら、アシラの、新しいの覚えたな。怒号爆炎。いや、G 爆風船でいいかな、とりあえず。何が効くのかわかんないからな。あ、効かないぞ。ちょっと待って。え、じゃあ大黒様は、何が効くんだ？まさか殴って倒すってことはない。あー、大黒様なら倒せる。大黒様か。んで、ここのスイッチを押せば、多分これで真ん中が開いてるんじゃないかな。うん、開いてますね。これ何なんだ。何これ変な扉。壁に何か書いてあるぞい。ドラドラ。これはからくり扉である。問題に答えよ。答えが正しければ扉が開く。じゃと。どうする北斗丸。挑戦しましょう。赤、青、黄色、緑。青、緑、赤、黄色。え、何これ。青、黄色、緑、赤、黄色、赤。え、どういうこと？はてな。赤、青、黄色、緑。青、緑、赤、黄色。赤、青、黄色、緑。多分、ボタンの色になんか関係あるんだろうな。赤、青。
赤、青、黄色、緑。こう来て、こう来る。こう来るとかは、まだわかんないかもしれない。ちょっと今ね、コントローラーの腕を、コントローラーのボタンの上をね、指でなぞってるんだけど、わかんないな。赤、青、黄色、緑。青、緑、赤、黄色。で、ロは、色ってきたから、多分、イロハって続くんじゃないかな。青、黄色、緑、赤。え？黄色、赤。ハテナには何が入るか？で、その、一つ上の行が見たいんだけど。一行目か、多分、半時計回りに一つ回ったのが二行目なんじゃないかな。多分ね。最初確か赤、青、黄色、緑でしたよね。で、次が青、緑、赤、黄色になってるから、ロは青、黄色、緑、赤。こう来るから、こう来るから、上から下に行くよね。で、黄色か、え？いや、わかんないな。これ全然わかんないんだけど。わかりますか？いや、多分まあ間違いなくね、入るのは青か緑のどっちかですよね。黄色、赤。え、これ何なんだろう？何を示しているのかがわからない。いやー、ちょっとわからんな。コントローラーのボタンから正しいと思う色と同じものを選んで押すこと。さあ、どれを押す？いや、左上のどっちかだよね。青か緑か。青から行ってみますか。合ってるのか。あ、いた、よかった。やった、これで持ち物を取り戻せるよ。え、なんで青だったのかがわかんないんだけど。いやー、ちょっと納得いかないというか、消せぬというか、おわしらの持ち物じゃ。まあ、よしとしましょうか。すべての持ち物を取り戻した。いや、ちょっとコメントぜひいただきたいですね、これ。なんでそうだったのか。全然わかんないんだけど。んで、多分ここから、今度はゴズか。なんだ貴様ら、ここから逃げ出そうとしてもそうはいかねえぞ。ゴズが襲ってきた。今度は牛の方ね。極卒もいるんだ。とりあえず風神雷神やっていきますか。とりあえず両端片付けて、また強いんだろうな、真ん中。オッケー、これで極卒が片付きますね。で、こいつは、あ、通常攻撃が効く。であれば普通に殴ってけば倒せるんじゃない？うん、効きますね。日高の能力を上げつつ、アコヤでみんなに会心を巻きたいですね。核気連部。なんかさっき、会心、クリティカルの方が弱かった気がするんだけど、気のせいでしょうかね。あ、気のせいだったのか。クリティカル出た方がやっぱり強いな。強い。オッケー、倒せた。簡単だった。オッケー、オッケー。畜生、この借りはきっと返してやる。うん、あ、オッケーなんだ、これで。これちょっと待って。あ、待って、仲間の項目がグレーアウトしてるってことは、これ今仲間いないんですね。しばらく見てないなと思って。いつの間にか仲間いなくなってる。うおーい、待てー。吉中。なんだ、あのゴズを倒したのはどんな大男かと思って見に来たら、なんだか寄せ集めみたいな奴らだな。なんだてめえは。俺は木曽吉中。黄泉の国で一番強い侍だ。あ、木曽義仲。別名源義仲ですよね。義経頼朝のいとこみたいな。義仲殿。ほほう、義仲殿といえば、源、今言ったままだ。源頼朝殿のいとこ。つまり頼朝のおじさんじゃな。この人が頼朝のおじさん。ではお前は頼朝の息子か。年はいくつだ？26歳です。老けてるな。そうか、俺は31歳だ。おじさんといっても、歳はそんなに離れていないな。そうですね。なぜだかわかるか。え？わかんないわよ、そんなの。では教えてやろう。黄泉の国では歳を取らないからだ。
十数年前に頼朝に殺されてから俺はずっと31歳のままなんだよ。ちょうどいい、ここでその恨み晴らしてくれると言いたいところだが、その前に回復させてやる。俺は正々堂々戦いたいのでな。戦うんだ。これでよかろう。え、では行くぞ、転身。え、なんで転身できるの？天下五剣じゃないの？六本目があるってこと？転身だって、俺たちの他にも転身できる人間がいたなんて。そう、あの、天下五剣ね、今持ってる天下五剣っていうのと、義満、鬼丸を除いて義満を加えた天下五剣っていう説もあるんですよね。確かね。これぞ、我が源氏に伝わる転身の術だ。義仲が襲ってきた。あ、関係ないのかな。天下五剣とかじゃなくて。妖怪が現れた。お相手いたす。あ、強そう、強いぞ。どうしようかな。とりあえず、核切れん部か。既存義仲ね、強いんだろうな。とりあえず殴ってみよう。いや、強いのか？どうよ。あ、またそういうパターン。転身するべきかな。一回大黒様やってみていいですか？大黒様が効くかどうかなんですよね。どうよ。あ、ダメだな。ちょっとこれ転身した方がいいかもしれないな。とりあえず、イラ天で日高かな。転身攻撃しか効かない系かもしれない。え、なんだそれ。あ、待って、お前も何かしてくんの？同じこともされましたね、今ね。ちょっと適当に何か試してみたいんだけど。G 爆風船で様子を見ようか。術が効くのかどうかだよな。効かなそうだな。おとなしく転身するか。転身。とりあえずこの二人転身して、あと称号に来て、底上げして戦っていくしかないかな。なんでこいつはさ、転身しているのに術が使えるんですかね。下せねえんだけど。もう一回欲武将で回復だわ。こっちのね、みんなは転身したら、神下ろしができなくなるんだよね。めっちゃ強え。普通にダメージ通りますね。で、あとじゃあ、称号力で、頼朝を強化すれば、あとは回復に徹することができますね、二人。どうせ効かないんでしょ？効かないんだもん。痛え、強えわ。義仲。いいぞ。なんか、頼朝の攻撃があんまり効かないですね。どうよ。ああ、まだ生きてんの？強いな。体力どんぐらいあるんですかね。ひたすら術ばっかり使ってくるんだけど。あんまり通常攻撃もしてこない。こんだけカンストダメージ与えてるのに、倒せない。強いな。まだか？まだ生きてるのか？オッケー、倒せたぞ、義仲。強かった。義仲強かったな。ね、何の彼式？あ、また来るぞい。ともえ。こらー。ともえだ。まあ、まずい。バーンって。義仲様、何をやっているのですか？この間も喧嘩して、閻魔様に怒られたばかりでしょう。ともえ御前だ。男でしょう。逃げないで、こっちにいらっしゃい。逃げてなんかおらぬぞ。どうしてあなたって方は、そう喧嘩っ早いのですか？頼朝の仕打ちは、この人たちには関係ないでしょう。そう怒るな。頼朝の名前を聞いたら、ついカーッとなってしまったのだ。ほら、謝りますよ。謝ってる。ともえ御前ですね。ごめんなさい。びっくりしたでしょ。すまね。義仲さんって、ともえさんに頭が上がらないのね。あのともえさん、牢屋の鍵を開けてくれて、俺たちを励ましてくれたのはあなたですか？牢屋の鍵？あ、違うの？いいえ、私じゃありません。あの牢屋の鍵を開けるのは、とても霊力を必要とするんです。私の力ではとても無理だわ。
じゃあ誰なんだろう。で、霊力で開けるんだ、鍵を。なんだか懐かしいような感じがしたんです。そう、きっとあなたのことをとても大切に思っている人なのでしょうね。俺のことを？それより、さっき生きている人間がこの国に迷い込んでいるという話を聞きましたが、あなたたちのことでしょう。あ、はい、そうです。草薙の剣を探していたら、平家の亡霊に黄泉へ引きずり込まれたんです。草薙の剣？それならこの国にありますよ。本当ですか？なんで？本当だ。南東の、霊境の社にあるぞ。よかった、そこに連れて行ってもらえますか？いいですとも。それに、社に祀ってある霊境は、黄泉の国と日本をつなぐ通路なのです。この鏡を使えば、あなたたちは元の世界へ戻れるかもしれませんよ。おお、そりゃちょうどいいわい。ただし、急がなければなりません。ここの空気は生きているものが吸うと、だんだん体が弱って、しまいには死んでしまいますからね。よし、急ごうぜ。何、仲間に加わった。木曽義仲と、巴御前が仲間になった。霊境の社はここから南東に行ったところだぞ。なるほど。うん、戦闘で敵に攻撃特大。戦闘後体力を60回復。強い。あれ、今ここどこだ？ここどこだ？どこにいるんだ？まあ、宝箱とかちょっと探した方がいいかな。うん、特にないか。待って、エンカウントもしないな。いや、したわ。C。うん、特に何もなかったですね。橋のところまで帰ってきました。どうしようかな。ここから南東に行ったところにある社が目的地なんだけど、ちょっと一旦今回はこの辺で終わりにして、少しね、録画外でまたステータスを上げた方がいいのかな、この辺で。まあ、ちょっとその辺、もやもやしながらまたね、次回続きをね、やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。